味線のリッチとモテと梅ちゃんのマイホームタウンミュージック。完璧はい、どうも皆さんこんにちは、クールビューティーリーチでございます。ということでね、本日11時を回りましたけども、桜平のねアーティストを応援するこの番組、本日はですね私率いる小見線がパーソナリティを務めますんでよろしくお願いします。モテ君一言。あ、どうもこんにちは、小見線のモテです。今日は楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。梅ちゃんはこんにちは、久しぶりですけどよろしくお願いします。はい、まあ昨夜はね、楽しくそうそうね宴会をやらせていただいて、ほとんど宴会だったね。宴会だったね、練習だったのにね、まあ、そうね、まあそんな感じでね、今日は生放送ということで、これは大変ね、ユーストリーム配信をしてますんで、ね、これは大変、もう全国全世界でこう配信してますんでね、まずいなこれ、もうちょっと髪の毛をちょっとちゃんとしてくるんだったよ。ね、梅ちゃん何？何梅ちゃん？呆れてん？何呆れてんの梅ちゃん？今日は相変わらずいいね。何がいいのかね、わからないけど、まあそんな感じでね、今日も楽しく1時間、1時間じゃねえか、30分ね、30分ね、はいはい、30分お送りしていきたいと思います。よろしくです。お願いします。はい。まあ地元のねミュージシャンを応援していくこの番組なんですけども、まあ毎回そのパーソナリティが音楽仲間をこう紹介するという、趣旨もありまして、まあ、本日はですね非常に素晴らしい音楽仲間を連れてきていただきました。そう、これはモテ君の、お友達、お友達ということでね、はい、東京の方から、東京の方から、うん、東京の方っていうこと、東京の方っていうか東京ですか、そうですね、東京です、東京の方だと、なんかずっと向こうの、ごめんごめん、ちょっと間違えちゃった、それではじゃあ元君、はい、お願いします、はい、じゃあ今日お迎えしているのはですね、はい、東京から三つ台というフォークデュオをお呼びしています、はい、それでは三つ台のお二人です、よろしく。急に喋る。こんにちは、三つ台、ですね、二人組で、やってます、はい、僕は三つ久三つと、三つ台の大の方の大輔ですね、はい、今日合わせて三つ台、はい、わかりました、はい、しま、よろしくお願いします。またね、本日若手イケメン二、人組デュオということでね、梅ちゃんどう、若い、ね、イケメン、うまい、三拍子揃ってますね、話題ですもう僕が連れてきたからだからそうね、実はこの三つ台の二人ね、出身が東京ということで、はい、まあ東京、横浜を中心にね、二人で活動してるという、そういったデュオでございますけども、女性のねファンが非常に多いということで、もう大変ね、もう大変、ほらもうね今日もなんか追っかけの女性がね、もう何人も大変、今桜平の駅に来ると大変ですよ、列になっちゃって、このあとね握手会とかサイン会もね、そうそう控えてますんで、ね、まず僕最初並ぼうそんなお二人ですけども、音楽を始めたきっかけみたいなのは、はい、音楽始めたきっかけはですね、はい、2人でカラオケ行くのが好きで、カラオケでですね2人で歌ってるうちに2人でもうハモったりとか歌うのが楽しくなって、はい、で僕が後で三つ下ですけど、はい、ギターを始めて、でなんか小袋とかゆずとかそういうのを一緒に遊ぶようになってからちょっと楽しくなってですね、うん、2人でやるようになりました。なるほど、はい、そうらしいね、うん、それはいくつぐらいの頃から、あれは遅かったんだよ ね、 そうですね、結構遅かったですよね、50? まあそうですね、5年前ぐらいから、そうですね、5年前ぐらいからですね、あ2人で、それまでは仲は良かったんですけど、はい、カラオケとかそんな程度だったんですね、はい、それが今じゃもうね、でも5年って感じしないよね、もうずっと前からやってる感じがする、そうそうそう、本当に何十年もねやってるような、ね、いやいや、モテ君は横浜とかでね結構一緒にライブ、うん、そうなんです、最初にこの2人のハーモニーを聞いた時に、うん、あ
彼らは、うん、いいなって思ったんですね。すごくすがすがしかったし、ほらハーモニーがね、すごくあの2人ともいい声してるから、うんうん、でハーモニーが綺麗だからね、うんうんうん、だから、うん、あのちょっと女心をくすぐる、なるほど、うん、だからもう大変もう大変、うん、今回僕がねあのこっちへって言ったらもう女の人たちにもう本当なんで連れてくのみたいな、おなるほどダメみたいな、なるほど、うん、もう僕一人であのその辺ね、うん、こうみんなからブーイングでも僕も頑張って連れてきましたけど、わかりました。このね佐久平でもね、ぜひこの歌声を聴いていただきたいと思いますけどもね、はい、まあオリジナルも結構、そうですね、オリジナル中心に、一応あのライブの方をやらせてもらったりとかしてます。はい、主に東京でやってることが、横浜方面が多いですね。横浜方面が、はい、やはりおしゃれな街横浜がね決めていかな。やっぱりね、綺麗な人も多いということでね、そういうところに行ってライブも行ってると、はい、でなんかデビューは予定は全くありませんね。今のところはまだないということでね、はい、CD もまともに作ってないね。まああの今日はねそんなお二人、うん、素晴らしいギターをね、うん、持ってきていただいてますんでね、はい、可愛いギターですけどね、非常に先ほどちょっとね聞かせていただきましたけど ね、よかったよね、よかったですね、うん、まあ皆さんにもねぜひ聞いていただきた い、早速挨拶代わりに1曲、はい、お願いしたいと思いますが、はい、まずあのどんな曲を、なんて言ったらいいですかね、まあなんか好きな人とですね、うん、あのなんだろう、夜中にこう好きな人のことを思い出すような、ちょっと暗いさですかね。暗いですね。妄想が入ってます。ああいいねいいね、僕好きそういうの。じゃあまあ後でね、作詞家のモテ君にもね感想を聞きたいと思いますけどね。それでは1曲目、はい、題名からお願いします。はい、夜は更けていくと、歌を聞いてください。
涙が浮かび、また目を閉じる。今頃何やってんだろう、思い出に浸り目を開ける。雨の夜空はただ寂しく、雨粒の音だけが響く。そして夜は更けてく。ね、素敵なハーモニーね。ね、素敵ね。これで100人ぐらい増えたんじゃないもん。ね、もうね、100人ぐらいは ね、このスタジオの前にもだいぶ。もう長蛇の列になっちゃったもんね、これ。見えないもん。どうですか？いやもうこのスタジオで歌った。ものすごい緊張ですね。緊張しますね、本当に。緊張感が伝わったのかな。外に流れてる音っていうのはすごくいい音で流れてますね。はい、ね、外のもうね、もうみんなオーケー範囲がもう、あ、やりました。素晴らしかったですね。お二人はこれ作詞作曲っていうのはどちらか。僕ミツの方が、やってます。作詞作曲、はい。彼はダイの方はですね、自分のこうソロとかその辺を自分でアレンジして、もうお互いもう別々にもう好きなようにやってます。はい、仲悪いってことごめんね。なるほど。悪くはない方法。仲いいじゃん。いいって言ってよ。仲いいじゃん。見てても仲いいじゃんな。ねえ、で曲を作るにあたって何かこう自分の ここはやっぱり譲れないみたいな。譲れないですか。こういったことをやっぱり一番にこう思って曲を作ってるって、ね、なんかできるだけ今まで作った中で被らないようにっていうのは考えてはいますけど、どこかで被っちゃいますね、結構。やっぱ好きなフレーズとかね、やっぱどうしても、はい、コード進行とかもあるんで ね、まあ、その辺はね、君もよくわかってる。まあね、何百曲も作ってくるとね、そういうことになるんだよね。まあでもね、なかなかね、こういったハーモニーを聴かせてくれるグループっていうのは、うん、この作平の方でもそうはいないかなっていう、そういったグループで、うん、結構やっぱり若い女性に人気が出るっていうのは分かりますよね。うん、そうなんですよね。ね、本当に。いやーなんかね、うん。だって僕の方にも、うん、今日ね来る時に、うん、よろしくね、三つ大の二人よろしくお願いしますみたいな、うん、ね、あの応援メールみたいなのもらってるんですけ ど全員女性です。素晴らしいね。全員女性からなんで、僕も返信のしようが。ないよね。ないよ、本当に。わかりましたって、大切にね、ちゃんとしますから。まあ自分のところに来たんじゃないからね。そうそう。ちょっと寂しいやね。大変です、僕も。まあハーモニーのね、やっぱりうるさい梅ちゃん、どう？もうすっごい聞いてて心地がいいっていう、そういう感じですごい素敵です、ね。まあ、梅ちゃんのこの声とはね、全く真逆の声だね。本当羨ましい。いやそんなね、見てたんですけど、これからなんか活動予定みたいなのは何かありますかね。はい、今日この後ですね、はい、あれに、時間2時からですね、はい、なんだかんの、ガチャベルのところで、午後のエスプレッソというイベントに参加させていただきます。やった、素晴らしい。まあ、今回ね、午後のエスプレッソ第4回ということで ね、第3回まではね、大成功のうちに終わってますんで、はいはい、まあ今日が
少年版。今日はすごいでしょ、ね、今日すごいプレッシャーを感じる。今日はだってこのラジオを聞いて、ね、300人ぐらい来るかな。ちょっとね、整理券を配布しないといけない。ね、二部構成ぐらいでやらなきゃいけないからね。追加公演もありということで行われてて、ジャニーズじゃないですか。いやでもね、本当に楽しみですね、今日もね、はい、楽しみです。それではね、あのここでもう一曲、はい、今度は、はい、どんな曲、今度はですね、まあそんなにやってないんですけども、路上ライブの経験が何回かあってですね、その時のなんていうんですかね、こう周りはこうアンプとかこうドラムとかこう大きい音を出してやってる中で、僕らがですね、あの響きながらもあのギター一本ずつと、声だけで、あのなんとかこう歌おうみたいな感じでですね、そういう思い出を歌にした。あ、なるほど、はい、わかりました。自分の思いがこもっている曲ということですね。わかりました。それでは三つ台のお二人、はい、題名をどうぞ、はい、それでもひたすらというと聞いてください。はい、上げて歌う僕ら、周りにはどう見えているんだろう。目を合わすことなく、立ち止まることもなく歩いてく。そんなことは分かりきってる。でも歌うのはやめたくない。冷えた空気、白い吐息、ゆるぎのないやる気。それでもひたすら歌い続ける。きっと意地になってるだろう。たった一人でも聞いてくれるなら、僕らは歌い続けるよ。僕ら、周りにはアンプやドラムたち、声も届かず、ギターも聞こえず、焦ってる。そんなことは分かりきってる。歌うのはやめたくない。消えた明かり、冷めた周り、でもやめない誇り。それでもひたすら歌い続ける。もっと気持ちが届くように、いつかみんなが聞いてくれるように、僕らは歌い続けるよ。それでもひたすら
歌い続ける。きっと意地になってるんだろう。ただ一人でも聞いてくれるなら僕らは歌い続けるよ。これからも歌い続けるよ。良さそうに歌ってました、ね、なんか今いっぱい聴いてくれてる方がいらっしゃって、ね、ね、なんか急にあの人だかりができちゃって、ちょっと新幹線も今もうそこ止まっちゃってみんな聴いてます。駅だからまあね、あの今のは本当にねこうね心がこうウキウキしてくるっていうかね、そんな感じのなんか本当楽しくこう路上をやってるんだなって聴 いてても気持ちいいもんね。本当にそんなお二人は昨夜、そうですね、佐久平駅前で路上をやったということです、はい、そうですね、どうでしたか。いやもうせっかくね佐久平に来たからちょっとやってみたいなと思ってて、ほうほう、で夜にこう、ね、お蕎麦屋さんに、あちらにあるお蕎麦屋さん、名前何でしたっけ、草笛、草笛さん、そうですね、はい、ですごいいっぱいのお蕎麦を食べた後に、ここであのやらせていただいたんですけど、はい、ちらほら泊まってくれてすごい温かい方が多くて、佐久平の方はそうですね、結構この駅前ね、はい、あの毎日こう どなたかやってるんで、非常にあの佐久平っていうこの地域性もあって、はい、音楽をやってるミュージシャンって結構いるんで、はいはい、うん、だからまあぜひね、はい、その思いを、はい何人かに聞いていただいたということでね、はい、よかったね、よかったね、聞いたのだって、すごい嬉しかったです、僕ら宴会やってたから、あとで連絡いただいてね、ダメだな、お誘いいただいたんですけど、ね、そころね、もう歌い疲れてこうやってましたね、はい、そうですか、はい、いやまあそんなね、歌が好きだなって本当にね分かるようなお二人ですけどもね、今日はまあこの後ね、ライブありますけども、はい、また東京の方へ戻られて、はい、今後の展望といいますか、なんかこう今後の展望ですか、こういうことをしていきたいなっていう、そういったなんかありますかね、グループとして。そうですね、とりあえずまだ何も音源とかちゃんと作ってないんで、まず音源を作って、うん、ね、こう CD をですね配ったりとかしてみたいなと。配るだけで、まあ、まあ、あわよくばちょっとお金もいただいたりなるほど、はい、まあでもね、多分ね一回ちょっとこう聞いた人はねもうちょっと聞いてみたいなって、ね、ね、思うよね、思う感じなんで、ぜひねその音源作ってくださいね。頑張りたいと思います。楽しみにしてますけどね。どうでした、モテ君。ああ、よかったです。やっぱりね、あの向こうの女性のね引き止める声をね、うん、振り切って連れて、来たというかね、ご招待してよかったです。モテ君は振り切ってきたの。いや僕はもう全然行ってくださいって言われて、帰ってこないもいて、はい、ね、モテ君おすすめ一押しのね、はい、芸人じゃなくて芸人はあんたでしょ、ミュージシャンで言うとね、あんたでしょ。そんな感じでね、はい、今日はお送りしてますけど、はい、どうでした梅ちゃんは。本当に素敵なハーモニーと、うん、若さと、うん、イケメンと三拍子揃って、うん、最初も言いましたが、ね、さっき言ってるよ、もう本当にこれにやられてしまいました、ね、はい、いや今日のライブ楽しみですね。楽しみですね、はい、まあ本日ねこの後は午後2時から、なんだかん喫茶ガチャベルにおいて、生でねライブ行いますんでね、はい、午後のエスプレッソ、はい、ゆっくり聞きますからね。出演はこのゲストの三つ台のお二人と、はい、そして佐久平からはね、佐久平一の癒し系弾き語りミュージシャン
桜井さんをお迎えして、はい、いいですね、で私ども小見線がホスト役としてましてね、これはすごいライブ行いますんでね。そしてなんとケーキセット500円付きということで、ね、そうそうそう、ね、500円でコーヒーとねケーキが食べられる、さらにこの歌が聴けるという、いやこれは大変でしょう、ね、大変でしょうね、大変です、これはもうあの整理券配るぐらい、うん、配る人が来てしまうぐらい、もう新幹線止まりますからね、駅だからそうまああのね、こういう会話息ぴったり、そうじゃあ何、歌は息が合わないってことか、まあしょうがねえなんだねまあね、あのそんなあの素敵なね、ゲストを迎えてのこの後ね、今日の午後2時からなんだかん喫茶ガチャベリにおいて午後のエスプレッソライブ、皆さんねたくさんのお越しをお待ちしております、はい、まだまだ席にご、ね、余裕がありますんでね、はい、この後も引き続き、聞いていただけるの何の話だろう分かんなくなってきたけど、うん、まあだいぶ腹も減ってきたことだしねどうでしたかお二人今日は。いやすごく緊張したんですけど、あのやっていくうちにだんだんこう楽しくなってきました。楽しくなってきたでしょ、はい、ね、楽しいですね本当に、ね、こう何か喋ろうかなと思うんですけど、こう変なことは喋れないなっていう緊張感からちょっとだんだん無口になっていっちゃったんですけどだんだん終盤に来てすごい楽しく歌ってもらって。そうだよ、青大君はもともとおしゃべりだもんな、僕すごいおしゃべり好きなんですけど、普段僕より全然喋るんですよ、そうだよね、はい、あまりにも知的な、ね、感じがするし、いやいや、それが喋ると知的じゃなくなっちゃうっていうのがすごい。だから黙ってたのか今日は大の方はボロがかなり出る、出るんで、はい、今日はあのしっかりしたミツ君にお任せして、いやでも本当に対照的な、ね、2人なんだけども、うん、ハーモニーが本当に綺麗な感じでね、素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしいなと思ってね、まあ、今後あのまたね、今回ねこの作題内に来ていただきましたけども、またあの他のね、はい、ところでご一緒できればいいなっていう、うん、またで、はい、だってまたね機会があったらぜひまたね、うん、来ていただいて、はい、来ていただいて、はい、また今度はこっちからね、あそうだね、東京横浜行って、はい、ぜひね、ぜひ共演させていただきたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃ今日はこの後ライブ頑張りましょうね、はい、はい、頑張ります、はい、じゃあそういうことでね、本日ありがとうございました、ありがとうございました。まあ、あのこの番組はですね、そこの桜平のアーティストおよび、その仲間をね紹介していくという番組ですんでね、ぜひ皆さんあのこれからもね、こんなミュージシャンいますよとかね、そういう話ありましたら私クールビューティーリッチの方へご一報いただければ、どしどし、ラジオの方へ紹介していきたいと思います。それでは皆さん本日良い日曜日をお迎えください。また来週よろしく。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。